今日の生かしたい人は佐藤春夫。代表作には田園の憂鬱があります。彼は小説家としてのイメージが強いと思いますが、実は作詞も行っておりました。ある時、法政大学が新たに校歌を作成することになり、佐藤春夫が作詞を担当し、近衛さんという方が作曲を担当することになりました。早速佐藤が歌詞を完成させ、近衛に見せると、こんな歌詞を曲にしろと、と言って作曲に取り掛かろうとしませんでした。それに対して佐藤も、いやお前プロなんだから作れや、と大論争に発展。まあ、しかし二人は結局帝国ホテルで和解し、なんとか効果は完成しました。え、ホテルで和解って変な意味ではありませんからね。なんかこれだから藤山の視聴者は、皆さん友達と喧嘩したらお城みたいなホテルに向かいましょう。ではまた。